Bye,多分初くしゃみ。初くしゃ。ちょっと薄いよね。なぜあなたが。NNB の七期生さんって今日からなの？ショールーム。めっちゃ可愛かった。見てた。おはようございます。怖いかった昨日からちょっと見てた。全然違うで友達が。57ありがとうございます。恋人にはならずにあのままの方が良かったのかな。石津さん始まりました。自分の人生の中で欠かせなくなった。おはようございます。昨日はテストがあって、そうだね、テストがやっと終わりました。やっと解放されます。偏差値だけじゃ決められないでしょ。本当だよよよよよよよ。ハマる。あ、多分そうだね。たくさん寝たから眠くないんだね。やっぱり寝ないとダメだなって思いましたね。寝てる時の幸せ感半端ない。ないぜ。で、12月4日にも公演に出させていただくので、9日もかな、私出演させていただくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。10円玉見つけた。あ、なんか下がっちゃった。外れました。でもなんか一人ね、当たったこといた。前回みおちゃんのお母さん来てたんだね。なんか跳ねちゃう。なんでこれ。4日同棲したっておめでとうございます。うん、気づかなかった。全然気づかなかった。でもお見送りの時に行ったの分かった。で、あ、じゃでもなんか心当たりはある、あの方かなっていう。
めちゃ跳ねちゃう跳ねちゃう、あー跳ねちゃうよ。車前髪だったんですよね、こんなに伸びて。はい、オーディエンス。それにしても寒いね、やっぱり。こうやって考えると夏も悪くないって思っちゃう。ジェノファーマティックの見えるかみ、楽しみにしてます。花もぜひ振ってください、お願いします。おはようございます。2日目は送った、昨日多分送りました。なんかあの1、3、5、7、なんか一個飛ばしでしかなくて、本当にずっとこれ着てる、あの家でも本当にずっと着てる、本当にありがとうございます。なんかね、幸せな気持ちになれるんですよ。なんか本当になんかね、もうね、肌に触れてるだけで幸せ。本当にめっちゃ幸せになれる、これ着てると。どの服より落ち着くもん。その2日目はないの、だから昨日3日目を多分送ったと思いますね。めっちゃ着心地いい。最高だよこれ。あいうえお菓子したかきかけが何も写真すべソフトクリームのトロップで行こう。おはようございます、おはようございます。お花なん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 、お花ですね。あのはコメダのあの靴下型のソフトクリームあるじゃないですか、あのメロンソーダのやつ、あれをずっと飲んでみたいって思ってるけど、ずっと飲んでない。境に新しくできたよね、コメダ。あのなんだっけ、めっちゃ綺麗ななんかビルの中に。雨の舞台の石は暖かそうだよね。そうなの、そんでそんなことなかったよね。メロンクリームソーダ、そうそう、あのあれカンガルーが一番高いと思う。劇場の近くだよね。
ずっと飲んでないじゃない、間違えた、飲んだことない。あれもうずっと飲んで、なんかメロンソーダにすごいハマって、普通ので、それで飲んでみたくなった。気持ち結構重いのかな。で、カンガルーは、あ、くしゃみは出なかった。おはよう。どんだけ元気におはようって言えるかチャレンジ、よーいスタート。あ、コメントじゃ分かんないか。どんだけ元気を伝えれるかチャレンジ。おはよう、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 おはようでやんす。Good morning. なるほど、ありがとうございます。おはよう、おはよう。私の上に滑ったり滑ったり転んだり転んだり、それを言うちょうだいちょうだい、未来は落とし物だらけ。おはよう、こんにちはって何時から言うもんですか。こんにちは11時、11時ってもうこんにちは、11時はこんにちは、じゃあ10時半からこんにちはだっけ確か、で5時からがこんばんはだよね確か、あれ違う、その辺難しいよね。4日当選、あ、11時かやっぱり、11時になった、だいたいね、うーん、11時、どうすんだろう、星にならない確かに。夏の日差しをで、こんばんはが5時。お腹すいた頃、確かに11時お腹すく。他人の汗もどうでもよくて、日差しの向こう、膝を感じて。お腹すくよね。昨日私たちにお腹鳴りすぎて超恥ずかしかった。最近にお腹鳴るの早いんだよね。だからお腹空いてないのにお腹が鳴るから困る。
はい、ってことで今日はこの辺にしたいと思います。見てくださった1443人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。それではまたな、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ。